西暦 2010Z 年、日本は存亡の危機に見舞われた。突如死んだ人間が蘇り、次々と生きた人間を襲い始めたのだ。ゾンビと呼ばれる彼らは人肉を主食とし、そして噛まれた人間もまた死後ゾンビとして復活。町中にあふれ返った彼らは人々を恐怖と混乱に陥れた。政府はすぐさま緊急ゾンビ対策本部を設置、各地に自衛隊を派遣し事態の収拾に当たった。さらに全国の警察官に対してもゾンビへの発砲規制を解除、都市部から地方にかけて一大掃討キャンペーンを実施した。その結果、日本列島を震撼させたこのゾンビパニックは約半年で収束、再び平和が訪れた。
もしもし、あ、俺俺ちょっと家出たらすげえことになっちゃってさ。え、あ、言わねえよ。でもマジすげえから、あ、今日お前んちゃめてちょっと出てこいよな、絶対面白いから。うん、あ、もうあり、あの、ちょっとすぐかけ直す。ごめんなさい、あの、おじさんちって知らなくて。あれどうするつもりだ。あれ、ああ、あの、すぐどっか連れてくから。噛まれたら取り返しつかないんだぞ。大丈夫、迷惑はかけないから。ケータ呼んだらすぐに。どっ、君の連れか。あ、すいません。何か。いや、先ほどこちらに入っていったのって何の話。俺たち以外誰もいないけど。あの、失礼ですが、あなたはこちらのご主人か何かですか。あ、いや、そういうわけじゃ。え、違うの。なんだ、謝って損した。そっちが勝手に勘違いしたんだろう。それよりオタクは。ただの通りすがりのものです。だったら早く行ったらどうだ。やっぱりまだいたんですね。あの、俺これからちょっと忙しいんだけど、だからおじさんたちどっか行ってくんない。あ、君一人でこいつを何とかしようなんて無謀だと思うけど。だから今からケータ呼ぼうとしてたところ。ねえ、お願い、この通りだから見なかったことにしてよ。俺あのゾンビで動画撮りたいんだよね。はあ、そういうことか。くだらんことはやめろ。人を晒し者にして楽しいか。人ってゾンビなんですけど。あれ、いなくなってない。そういえばここ誰んちだ。花田さん、大丈夫ですか。家の中にゾンビ。ねえねえ、ゾンビどんな感じだった。は、見たんでしょ。あんたら一体何だ。いや、たまたま通りがかりにここにゾンビが入ってくるのを見たもんですから。いや、俺はたまたまじゃないよ。ずっと後つけてきたんだから。だから何なんだよ、あんたら。人んちで一体何やってんだよ。いや、ですからここにゾンビが入っていったのですね、たまたま我々が。だから俺が捕まえたんだって。捕まえた。そう、この家に入ってたところ俺が閉じ込めたんだよ。何してくれてんだお前、人質にバケモン放り込めやがって。おい、相手はまだ子供ですから。子供だから何だっつんだよ。こっちは食われそうになってんだぞ。いや、だからゾンビが勝手に入ってったところ。うるせえ。どうしました。ちょっと携帯貸してくんないか。なんで。警察に決まってんだろ。なんだよ、携帯ぐらい貸してくれたっていいだろ。あんなんだ一体。待って待って、さてと。おう、あ、結婚式今日でしたっけ。おう、独り身だからさ、支度に手間取っちまって遅刻だよ。あ、そうっすか。それよりお前どうしたんだよ。お前靴も履かないで。あ、そうなんすよ。あの、で、電話貸してもらえませんか。電話大変なんですよ。あの、実はあの、家の中でちょっと。こんにちは。あ、これからお出かけのとこ邪魔してごめんなさい。お、いえいえ。あの、実は今日おじさん家に家族で遊びに来てたんです。は？あれのこと話すのはお出かけの邪魔かと。結婚式はお身内の方ですか。うん、甥っ子のだけど。それはおめでたいですね。勝手に口挟むの。で、オタクたちは。花田さんのちょっとした知り合いです。知り合い、今会ったばっかだろ。 あの、タクシー待ってますけど。おお、なんかよくわかんないけどすまん。あ、電話、勝手に使っていいから。あ、その代わり、戸締まりちゃんとしといてな。はい、鍵はいつものとこな。はい、うん、それじゃ。すいません、うん、ありがとうございます。あ、夕方には帰るつもりだけど、どうだ帰ったら。一番
晩飯の後でした。うん、じゃあな。お気をつけて。はいはい、はい、よろしく。何の真似だ。早くそれを元に戻せ。ちょっと話を聞いてもらえませんか。お宅にお邪魔してるあれについては我々が何とかしますから。ふざけんなよ。あんたたち一体何なんだよ。こんなとこまで追っかけてきて。早くそれを元に戻せ。お、先っぽ取れてる。なんだと。強引に引っこ抜いたからだろ。どうすんだよ先っぽ。先っぽくらいでそんな怒んないでよ。あとでボンドでくっつけてくから。そんなんでくっつくわけねえだろ先っぽが。 あの後で私の方で弁償させていただきますから。先っちょ。先っぽでしょ。この流れは普通。大体君なんだ、高校生か。高校生がこんな朝っぱらから何やってんだよ。学校は今日日曜だし。日曜でもなんかあんだろ、部活とか。帰宅部だし。部活しろ部活。あなたさ、一旦落ち着いて。わけのわからん連中に囲まれて、家には化け物。こんな状況で落ち着いてなんかいられるか。確かにまだ自己紹介もしてませんでしたね。失礼しました。いや別にあんたたちのことなんか知りたくはないんだよ。もうとっとと出てってくれ。おじさん、部屋汚してるよ。あ、足。ああ、マジで奥さん、あんたあのゾンビの奥さん。西岡と申します。駅前に用事があってバスを待っていたんです。その時向かいの歩道にあの人が現れて、最初はおかしな人がいるなと思ったんで怖くてすぐに身を隠しました。でもよく見てみたら、行方知れずになってからずっと探しててやっと再会できたのに、まさかあんな姿になっていたなんて。そしたら皆さんがこの家に入っていくのが見えたから。ああ、せっかく捕まえたのに。失礼ですが、本当に旦那さんで間違いないんですか？ああ、とりあえずよかった。これで一件落着だ。とっとと警察に連絡しよう。警察は嫌です。え、洋子さん、言ってる意味がよくわかんないんですか？嫌です。だって警察呼んじゃったら。まあ。普通はその場で殺処分ですよね。もったいないって。主人が勝手に上がり込んでしまったのは本当にごめんなさい。でも協力してもらえませんか。やっと会えたんです。いやそれ奥さん、それルール違反だ。娘がいるんです。あんな姿になっても一応父親ですから、連れて帰って会わせてあげたいんです。警察には後で必ず連絡しますから、お願いです。あっぶねえ、危うくおかしな空気に飲まれるとこだったよ。いやね奥さん、確かに同情はするけれども警察に通報しよう、それが一番いいって。でもそりゃないっしょ。あのここは一つ力を貸してあげませんか。この人の旦那さんもきっと娘さんに会いたがってるはずですよ。ちゃんと何言ってんだよ。この奥さんの旦那さんはゾンビなんだよ。ただの化け物なんだよ。あ、いやすまん、あの一般の言っただけで、人間の感情なんてあるわけないだろ。そんなことは分かんないですよ。じゃあなんだよ、あんたにゾンビの気持ちが分かんのか。それにあんたたちとはさっき会ったばっかで赤の他人だよ。冷たいようだが助けなきゃいけない理由はない。あー、分かった分かった。あれはもともと俺が捕まえたから俺が何とかするよ。とりあえずケイタ呼ぶから。
誰だ啓太って。友達。お前ただでさえわけわかんない状況なのに、お前これ以上ややこしくすんな。ちょっと待ってください。警察のことは置いといて、勝手に置くなよ。確かに人情的には奥さんに渡すのが筋でしょう。ただ5年前に制定されたゾンビに関する法律覚えてます？あ？それがどうした？そこにはもし誰かがゾンビになってしまった場合、それを処分、殺す権利を全ての人間に平等に与えるとあります。だからなんだよ。つまりあそこにいるゾンビをどうするのか、ここにいる我々それぞれが決める権利を持つということになります。そんな、なんでいきなり権利が平等になるんだよ。あれ俺が捕まえたから俺のもんでしょ。捕まえたのが誰だろうと関係あるか。人んちで勝手な真似は許さん。それにあの法律はゾンビになった肉親を家族の人間が心情的に始末できない場合、代わりに他人が手を下せるよう作られたもんだろう。ここに奥さんもいるわけだし、ていうかもうとっとと警察に連絡してあと任せりゃそれで済む話だろう。納得いきません。俺もその人の意見に賛成。あー奥さん、俺で分かったろ、こいつらがどれだけ非常識な人間か。あとは俺に任せて携帯貸してくれ。もういい。どこ行くの？バケモン追い出しに行くんだよ。追い出した後はお前たちに好きにしろ。そこどけ。どけっつってんだよ。ほらどけよお前。待ってください。話せって。お願いです、金がいるんです。は？一体何の話だ。その前に奥さん、すまん。さっきは力を貸すようなことを言ってしまったが、実はこっちにも事情があって。ひどい。あんた変わり身早すぎだろ。そういえばまだ名前言ってなかったですね。土井と言います。三丁目の方で土井製作所って小さな町工場やってます。親父の後継いでなんとかこれまでやってきたんですが、恥ずかしい話、行き詰まってまして。だからなんだよ。あのゾンビを売ってお金に変えようって魂胆ですか。どういうことだ。5年前のゾンビ騒動の後、実はごく一部の人間の間でゾンビがペットとして取引されてるんです。ゾンビなんか飼ってどうすんだよ。なんか気持ち悪いだけだろ。あ、いや旦那さんのことを言ってるわけじゃなくて、あくまで一般的な話としてね。まあ人それぞれ趣味嗜好がありますから。それに一時期中国の富裕層が魔除けとしてゾンビを爆買いしてるってニュースがあったじゃないですか。魔除けってお前、ゾンビなんか家の中にいたら逆に危ねえだろ。まず胴体を切り落として首だけにするんです。それに猿ぐつわをかませて台座に乗せ、風水で忌まわしいとされる北東の方角、すなわち鬼門に置くそうです。でも確かゾンビを飼うのは禁止されてたろう。でもなんだかんだ出回ってるのが現実で、ドラッグや銃と同じでインターネットに闇取引のサイトがあるんです。いくらぐらいで取引されてんだ。国産の高級車1台分って言いますから500万ぐらいじゃないですかね。マジでか。ちなみにフレッシュな状態のものよりも多少年数が経ってるものの方が人気があるみたいですよ。おばさんの旦那はいつゾンビになったの？いなくなったのは4年ほど前だったかな。4年ものですか。ワイみたいに言うな。で、土井さんだっけ？あの男の言ってることは本当か？工場が傾いてから女房とも喧嘩ばっかりで、家の中ぐちゃぐちゃで、息子との会話全然ないし、今日たまたまホームセンターに用事があって散歩がてら歩いてたんです。そしたら目の前の道を蝶が飛んでたんです。この時期に珍しいなと思って見てたら、その後妙な男が現れて。
それがゾンビだと分かった時は最初は怖かったんですが、ちょっと前に週刊誌で読んだゾンビ売買の記事を思い出して。困ります、そんなのやめてください。それにうちだってあの人がいなくなってから生活は楽じゃないんです。あの、僕もちょっといいですか。なんだよ。あ、名前は清野って言います。大学病院に勤めています。え、あんた病院の先生なのか。まだ研修医ですが。今朝夜勤明けで帰ってる途中でした。車を止めてメールのチェックをしていたら、すぐそばの歩道から男が歩いてきたんです。見るからに不潔感丸出しで気持ち悪いなって思っていたら、それが。とにかく久々に見たものですから、気づいた時はびっくりしました。ああ、僕実は再生医療の研究をしていまして、なぜ死んだはずの人間が動いているのか、ゾンビはこの研究にとてつもないヒントを与えてくれるはずです。ゾンビの内臓機能に問題がなければ、それを移植することだって可能かもしれない。うえ、俺ゾンビの内臓とか絶対やだ。で、一体何が言いたいんだよ。検体として欲しいんです。はぁ、医学の発展に役立てた方が旦那さんもきっと浮かばれますよ。あんたどうかしてるよ。ちょっと俺にも話させてよ。ヒロト、松山ヒロト、今高一。ケイタンチ行こうとして家出たら、ちょっと先に変なおっさんがいて、そんでなんかゾンビみたいな歩き方してるから笑えると思ってしばらく見てたの。そしたらそれがマジでゾンビだったから、やべえってなって。そんなの後つけるに決まってるでしょ。そんであの家に入ってったところ、俺が捕まえたってわけ。余計なことしやがって。いや、ゾンビが入ってったの俺のせいじゃないからね。ゾンビが勝手に入ってったっていうか、ケイタに送れるってメールしないと。ったく。そういえば君、あのゾンビで動画を撮りたいって言ってたけど。そう、ゾンビの動画なんて5年前から散々出回ってるんだから、今さら珍しくもなんともないよ。え、ま、あそこにいるのが超有名人のゾンビとかだったら話は別だけど、どうやらその線はないし。こんな子供に花から大した考えがあるわけないだろ。考えてるって。俺はゾンビは動画だけしなくてイベントの目玉にも使おうと思ってんだよ。文化祭のお化け屋敷とか盆踊りとか。盆踊り？ゾンビが踊るかよ。おい、大体人の旦那さんを何だと思ってんだよ。生き恥、いや死に恥さらさす気か。あと、人目についた時点で殺処分。所詮はまだまだ子供ってことだよね。虫取りと一緒。カゴに入れた後どうするかまでは考えてない。そうだろ。ふざけんなよ。あれは俺が捕まえたんだから俺のもん決まってんじゃん。お願いです、私はあの人連れて帰りたいだけなんです。奥さんね、警察に。あの、なんだよ。せっかくですから。俺もぜひ。花だ。お仕事は？普通のサラリーマン。どういった関係の？なんでいちいち。ウォーターサーバーの営業。おじさん、ゾンビどんな感じだった？バッチリ見たんでしょ？バッチリってわけじゃないけど、2階の寝室で寝てたんだよ。二日酔いで参ってて、で、喉渇いて下に降りてったら廊下に立ってやがってさ。水飲んだらまた寝ようと思ってたのに。チキシャン。つまんねえの。ああ、だいたいなんで俺があんたたちの事情を順番に聞かなきゃいけないんだよ。そんな時間ないんだよ。どうせ二日酔いで寝てただけじゃん。大人は一生懸命毎日働いてる。休息は必要だ。ちょっと皆さん、こっち来てください。何？いや、
あんなとこに車って止まってましたっけ。やべ、かみさんのだ。買い物に行ってたの、すっかり忘れてた。とっとと警察呼ぼうっつったんだよ。奥さんの携帯の番号何番ですか。パスワードは5648です。ああ、もう一回。5648です。うわあ、なんだよお前。殺し屋は。いや、5648って殺し屋、語呂合わせだよ。なるほど、パスワードってそういうのが覚えやすい。っていうか医者なのに殺し屋って。ああ、俺そのセンス嫌いじゃないよ。殺し屋。あら、お客さん。奥さん気づいてないみたいですね。あ、大ちゃんちょうどよかったね。車から荷物下ろして玄関入れといて。じゃ、京子、そこ絶対動くな。今行くからな。どうしたの一体。いや、いいから。そんな焦んないで大丈夫だって。ゾンビなんて階段登れないんだから2階行けねえし。分かった大ちゃん。いや、気安く呼ぶな。てか、それ本当か。常識だよ。え、散々テレビでやってたじゃん。なんだよ。あ、今のうちに。あれ。どうか。窓閉めろ、窓。話が違うじゃねえかよ。テレビでやってたって言ったじゃん。俺悪くねえし。今助けるから待ってろ。すぐ行くんだ。京子、京子、京子、もう大丈夫だ。ですね。いや、だいたいお前がしっかり戸締まりしときゃこんなことになんなかったんだぞ。ごめんごめん。あれあれ、そういえば藤村さんは甥っ子の結婚式出るって言ってたろ。ああ、あれ今日だっけ。あの、ここんち他にご家族は。奥さんに先立たれて今は一人暮らし。息子さんは東京だ。おお、めっちゃいいの撮れた。おい高校生、さっきはよくもデタラメ教えてくれたな。無事だったんだからいいじゃん。ゾンビが階段とか段差に弱いのは紛れもない事実です。彼らは関節が硬くてあんまり曲がんないですから。膝伸びたまま階段の上り下りなんて私でも無理。まあ上るだけだったらできる個体も稀にいるみたいですが、逆に降りるというのはほぼ無理かと。転げ落ちて手足を折るのがオチですよ。ほらね、あいつは階段を自力で上れるレアケースっていうわけか。だとしたらもう2階から降りてこれないってことか。もし仮に降りようとしたら。どうした？いや、そのゾンビを売る場合、五体満足の方が価値高いですもんね。タイだとお頭付きの方が高いし縁起いいもんね。なるほどな。いや、それなんか違くねえか。微妙ですね。そう？なんとかあのまま2階にいてくれればいいんですが。階段登れるレアゾンビだよ。自爆するようなヘマしないって。それは言えてるかも。
どっちにしろ俺たちはどうにもできねえってこった。あ、ね、大ちゃん、とりあえずお昼にしない？何のんきなこと言ってんだ。早く警察に電話しないと。だから警察はやめてください。いや奥さん、それ無理だって。あの、もう少しみんなで話し合いましょうよ。話し合いの余地なんて1ミリもない。もうみんなお腹すいてんでしょ。あ、ちょうどそうめん買ってきたから茹でるわ。もう話し合いはその後ゆっくりすればいいじゃない。あ、どうぞ座って。待てって。おい、そうめん、こんな寒い時期に。ねえ、チャーハンにしてよ。甘い切る。うちは一年中日曜の昼はそうめんって決まってんだ。それにこの時期は安い。すいません、気使ってもらって。みんな、京子、言っとくけどこの連中は客でも何でもないの。何言ってんのよ。助けてもらったんだからちゃんとお礼しなくちゃ。助けたのは俺だろ。それにこうなる原因を作ったのはこいつらだぞ。大ちゃん、こいつらなんて失礼でしょ。な、奥さん、本当にこれでいいのか。早く何とかしないと、あんたの旦那さん、みんなに食い物をされしまうぞ。あの、作るのを手伝います。え？ありがとう。え、なんか大変な時にごめんね。はい、あ、ちょっとじゃあこれ持ってきて。え？いや、奥さん、奥さん、あれ、土井さんってお子さんいるんだっけ？息子が一人。え、いくつ？高校1年です。んー、ちょうど生意気な時期だ。なあ、高校生。花田さんとこは？いや、うちは頑張ったんだけど、なかなか。うん、高一って言ったらひろと君もじゃない？もしかして友達？土井なんてやつ知らねえよ。だったらこれをきっかけに友達になったらいいじゃない。あー、面白そうなやつだったら考えてもいいけど、ただこのおじさん見てるとその可能性低いよね。おい、もうあんま舐めた態度取ってると、いつか痛みやっても知らねえぞ。この時期の男の子はしょうがないわよね。え、それにしても5年前は本当びっくりしましたよね。死んだ人間が蘇るなんて何だったんでしょうね、あれ。うん、結局原因もよく分かってないんでしょ。琵琶湖に落ちた隕石の影響とか、新種のウイルスによるものとか、いろいろと説はありますが、もともとアメリカが兵士として戦地に送り込むために開発したって噂もあります。いや、それ言うならテロ組織が自爆テロ用に作ったって話もあるぞ。あれ、ゾンビってカスガミートのとんかつが原因じゃなかったっけ。高校生、お前それ本気で言ってんのか。みんな言ってるよ。カスガミートのとんかつはおせん肉使ってて、食べたらゾンビになるって。なんだお前、まだまだ可愛いとこあんじゃねえかよ。ちょっと安心したよ。なんで笑ってんだよ。カスガミートのとんかつは絶対やべえって。まあまあまあ、じゃあ言わせてもらうけど、うちはあそこのとんかつ月一で食ってるぞ。え、私も食べたことあるけど。たまたまゾンビになった人がその店の常連だったってことでしょ。いかにも学校で流行りそうな噂話ですよね。俺は絶対食わねえよ。大丈夫よ、カスガミートのとんかつ美味しいんだから。おせん肉なんて嘘よ。まあでも今思えばおかしな騒動だったな。最初彼らが現れた時はあんなに大騒ぎしてたのに、対処法が分かるとあっという間に普段の生活に戻りましたからね。あいつら呪いから走れば簡単に逃げられちゃうんだよね。頭が弱点ってのもベタすぎじゃね。まあ正直1、2体なら脅威ではないです。まあそれにしても収集ついたの早かったよな。あんなにいっぱいいたのに半年ぐらいでしたかね。それはほら、あのお方の活躍があったからよ。あのお方？パピヨン騎馬よ。え、忘れちゃったの？ああ、まあ確かに彼の功績はでかいか。でかいどころじゃないって。え、騎馬様がいなかったら日本は終わってたよ。まあ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 、その話はまた今度ゆっくりな。これ始まると長いんだよ。いや、あの化け物、あ、いや、あんたの旦那さん、今までどこにいたんだ？え、そう。
行方不明になるまでは生きてたんだろ。はい。どっかで噛まれてゾンビになっちゃったんでしょうけど、よく何年も逃げ延びてこられましたよね。キノ君どう思う？そうですね、身元不明のゾンビとして国の研究施設に保護されてて、それが何かの拍子に逃げ出したんじゃないでしょうか。まああくまで僕の推測ですが。誰かが内緒で飼ってたに決まってるよ。それが何かの拍子に逃げ出したんだって。そこをおかしな連中に捕まったってわけか。まあ案外生きてる人間の方が残酷なんですよね。ほら当時も高校生の不良グループがゾンビ狩りとか言って社会問題になったじゃないですか。サバイバルゲームの的にしてる連中もいましたよ。そうそう、小学生が学校でゾンビに噛まれたって事件覚えてる？あったあった、北小だろ。そう、あれ俺が行ってた学校、しかも隣のクラス。あの時はちょうど授業中だったのかな。廊下で用務員のおじさんがフラフラ歩いてんのが見えて、そんでちょっとしたらギャーっていう悲鳴が聞こえてきて、さっきの用務員のおじさん実はゾンビだったんだ。あ、トイレ。おう。いや、それにしても学校に野良犬が迷い込んで大騒ぎっつうのはよく聞くけど、ゾンビじゃシャレなんだよな。あのその用務員さん、うちの近所のアパートに住んでた人で。マジで？いや、知ってる人だったの？いや、全然。すいません。噛まれた生徒って一人だっけ？そう、逃げてる途中に怪我したやつはいたけど、噛まれたのは沼田ってやつだけ。確かその時の動画がネットにアップされて問題になりましたよね。誰が撮ったんだか知らねえけど。まさか。隣のクラスだって言ったじゃん。俺もちょっとトイレ。うん。土井さんの工場って何作ってんの？うちは親父の代からネジが専門で。あ、この間テレビでやってたけど、日本の町工場の技術ってすごいんでしょ？土井さんのとこもやっぱりそう？だとしたらもっとなんとかなってたはずなんですが。自分のあるのでいいです。犬飼ってるんですか？それ。ああ、まあ。ところで奥さん、旦那さんの件ですが、なんとか僕に預けていただけませんか？医学の発展のためですよ。そしてそれは何より人を救うことになるんです。まあ同業者もどんどん減ってってる状況ですね。大変だな。あ、大ちゃん、ね、私思ったんだけど、ここはじゃんけんで決めるのが一番いいんじゃない？なぜ殺し屋か、その意味が分かったよ。どうしたの、そんな怖い顔して。あれだ。あんたの携帯の待ち受け、そこに映ってんの三浦さんとこのミケだろ。大ちゃん、この写真。どうした？犬なんだけど。だからなんだよ。犬なのにミケなの？
いや、犬にミケって名前つけちゃいけない決まりはないだろう。いや、違和感あるんだけど。確かにキラキラネーム、なんかかわいそう。いや、三浦さんの奥さんが本当は猫を飼いたかったらしいんだよ。だから前田を取ってなん、どうでもいいよそんなことは。とにかくこの犬は三浦さんとこの犬で1ヶ月以上前から行方不明になってんだ。でもどうしてこの犬がそのミケだって。首輪にちゃんと書いてあるだろう。あ、本当だ。で、この犬が何か。保存されてる写真見てみろ。うん、どうやんの。ちょっと貸して、うん、すげえ。なんとか言ったらどうなんだ。キヨナ君、これは。あれ、あなた古地町のドラッグストアの人じゃない。本当か。え、なんで今まで気づかなかったんだろう。あ、そっか、私服だったから別人に。いや、私服だからって普通気づくだろう。だってさっきからなんかずっとバタバタしてたから。君の悪い写真だけでも十分怪しいのに、医者って話も嘘。あんた一体何者だ。清野君。あの、そういう趣味の人だってことじゃないでしょうか。え、解剖が趣味ってこと。やばくね。そうなのか。なんとか言えよ。勝手に人の携帯見てプライバシーの侵害です。それと今日初めて会った人にそこまで言う必要はないと思います。それじゃあ今の話を認めたってそう思われても仕方ないぞ。この人の旦那さんを検体とかなんとかってもっともらしく欲しがったのはなんでだ。決まってんじゃん、解剖したいからでしょ。京子の携帯くれ。え、今度こそ警察に電話する。ちょっと待ってください。奥さん、もう腹くくれよ。娘さんをあの化け物に、旦那さんに会わせたいって言うんだったら娘さんをここに連れてくればいい。おばさん、そろそろ下手な芝居やめたら。本当あのゾンビの奥さんじゃないよね。なんだって。やっぱりそうか。さっき花田さんの奥さんがゾンビに襲われそうになった時、この人の態度にどうも違和感を感じたんだ。どっか他人事というか。僕もこの人は最初から怪しいと思ってましたよ。お前は黙ってろ。ね、奥さん、どういうこと？あの、大丈夫？あるんです。あんたも金目当てか。ゾンビの奥さんって設定はなかなか良かったけど残念だったね。本当の旦那さんは仕事で今シンガポールに出張中です。でも見たところそんなにお金に困ってるようには。私欲しいものがあると我慢できなくて。借金のこと旦那さんは。借りたお金っていくらくらい。おい高校生、金額は別にいいだろ。いいんです、全部で381万3281。細かいな。ね、奥さん、立ち入りようで悪いんだけどここは旦那さんに正直に話した方が。2回目なんです。え、次やったら離婚って言われてて。いや、それは奥さん自業自得だよ。じゃあお子さんの話は。あのバゲモン
ん、いや旦那さん、でもいいのかも。化け物見つけた時あんた駅前に出るとこだって言ってたけど。お金を借りに。あ、おい、そういや高校生、なんでこの人がゾンビの奥さんじゃないって分かったんだよ。おばさん、苗字なんだっけ。西岡だけど。あのゾンビはそんな名前じゃないんだよね。え、どういうことだ。どうしよっかな。もったいぶってるな、さっさと言えよお前。あのゾンビの正体が分かったんだよ。今なんつった。だからあのゾンビが誰だか分かったんだよ。本当か。誰なんだ。知ってる人。ヒントは首に蝶々。首に蝶。嘘。あ、はい、証拠。いや微妙じゃねえか。いや俺はちょっと違うと思うけどな。それはこのタトゥーは絶対間違いないって。まあだいぶ腐敗も進んでるようですし、ある程度の劣化は致し方ないと思いますけど。確かにこのデザインは。でしょ。あの当時毎日テレビで見ましたよね。ミイラ取りがミイラになったってわけか。そういえばこの話さっき。奥さん。首に蝶のタトゥーあり。それこそ伝説のゾンビハンターパピオン騎馬のトレードマーク。本名は騎馬高一。元特殊作戦軍に所属したエリート自衛隊員。自衛隊を辞めた後中東の紛争に傭兵として参加。その際戦場における鬼人のごとき戦いぶりから敵に恐れられ、またちょうどその頃首に蝶のタトゥーを彫ったことからパピオン騎馬と呼ばれるようになった。5年前のゾンビパニック勃発直後にかつての上司に呼び戻され帰国。日本の危機を救うべく政府の支援を受け、数十名の精鋭とともに対ゾンビ特殊部隊を結成。初陣となった東京タワー奪還作戦を皮切りに次々とゾンビを制圧。その様子は連日メディアで取り上げられ、蝶のタトゥーを見ない日はないというほど日本中がその活躍に沸いた。男らしく端正なルックスから主婦層を中心に人気を集め、ファンクラブも発足。決め台詞の死してなおさまよう者たちに安らかな眠りをは流行語大賞にも選ばれ、まさに時代の寵児となった。ところがゾンビパニックの収束とともに表舞台からあっさりと姿を消す。以後その姿を見た者は誰もいない。そしてその熱狂的なファンの中に私もいた。騎馬様、プレミアついちゃったよ。おい、有名人のゾンビってすごい値段がつくんじゃなかったっけ。確かノロのゾンビが1億で取引されたって話あったよな。ノロって元メジャーリーガーの。そう、ノロの野球教室に通ってた子供の親がゾンビになったノロを捕まえて、それをどっかのスポーツメーカーに売ったんだ。メーカーがゾンビなんか買ってどうすんの。宣伝に使おうとしたんだ。でもノロの遺族が返してくれって裁判で結構揉めてたろ。で結局法律ができて取引は無効になったはずだ。ノロ自体もすぐに処分された。結果はそうですが、でもうまくやれば相当儲かるかもしれない。なんてったって国民的英雄のゾンビですから。それこそ中国人ならいくらでも出すんじゃない。日本救った英雄を中国に売り飛ばしてるか。売っちゃうの。メス入れて白着てとうとう本性を表しやがったよ。おい、こいつ先にどうにかした方がいいんじゃねえのか。俺すげえ最強のゾンビ捕まえちゃったよ。そうだ、パピオン騎馬のゾンビなら階段の上り下りくらい楽勝じゃね。当たり前じゃない、だって騎馬様なのよ。あ
なんだか変に盛り上がってきちゃいましたね。奥さんも楽しそうですよ。どうします？早く何とかしないと夕方にはここんちの人帰ってきます。改めて意思確認します。ゾンビ欲しい人あげてるよ。あげちゃってるよ。だってキバ様なのよ。キバだかなんだか知んねえけどな、あんなやつもうただの化け物だろ。大ちゃんが一番知ってるでしょ。キバ様がいなくなってから私がどんなに悲しい思いをしてきたか。それがわざわざ向こうから会いに来てくれたんだよ。え、運命感じないの？感じないよ。感じたくもないよ。それにな、あいつは会いに来たんじゃない、食いに来たんだよ。いいか、これは犯罪行為だぞ。引き返すなら今だよ。今ならまだ誰も放火してない。まあこいつは別だが、もう警察呼んでとっととこんなこと終わりにしよう。みんな今日たまたまここに居合わせて、すぐそこにはゾンビ、しかもそのゾンビがキバ様なんて。え、これってなんか楽しくない？楽しくない。これも何かの縁じゃない？縁じゃない。それにな、こんな嘘つきな連中信用していいのか。大体捕まえた後は一体どうする。みんな目的がバラバラじゃ結局揉めるだけだろ。花田さん、ここは一つ現実的に考えてみませんか。俺は現実的だよ。おかしいのはあんたたちだろ。でもここではマイノリティですよ。なんだと？いいですか、今はっきりしていることは二つです。一つ目はここにいる我々みんながあのゾンビを欲しがっているということ。俺は欲しがってない。二つ目はあのゾンビが超有名人で大金に変わるかもしれないということ。三つ目に俺が警察呼ぼうとしていることも加えろ。もはやこの状況で誰かが抜け駆けしようっていうのは所詮無理な話です。だとしたら協力し合った方がお互いのためじゃないですか。あのゾンビをお金に変えてみんなで均等に分配する、それでもかなりの額にはなるはずです。私は賛成。ちょっと待ってください。土井さんと西岡さんは花からお金目当てなんですから、その提案は二人に都合が良すぎませんか。言えてる。ほら見ろよ、やっぱりまとまんねえじゃねえか。それに京子、お前の大好きな牙がわけわかんないとこに売り飛ばされんなんて、お前そんなの嫌だろ。うん、最初はそう思ってたんだけど、でも警察呼んであっという間に処分されちゃうぐらいならゾンビとしてでもどこかで生きててくれた方がいいかなって。はあ、その心理ちょっとわかります。え、ありがとうあ、ちょっとみんな聞いて、さっきの土井さんの提案。まあ確かに土井さんと西岡さんには都合のいい話かもしれない。でも一応大金がそれぞれに入ってくるっていう話は現実的に悪い話じゃないと思う。それにいつまでもこうしてるわけにはいかないし。マジかよ。じゃあ一日だけあのゾンビ貸してくれたらその提案乗ってもいいよ。自分が捕まえたっていう証拠が欲しいし、あと俺一回でいいから動画の再生回数でトップ取りたいんだよね。ゾンビの動画なんか珍しくもなんともないって、さっきこの変態くんが言ってたろ。ただのゾンビならね。でもあそこにいるのはパピオンキバだから。あとは清野くんだけだ。ちょ待てよお前、俺の反対意見無視すんな。大ちゃんし、あ、大ちゃんし、うるさい。まあまあ、で清野くん、ではせめて少しだけでも切らせていただけませんか。大丈夫？切るって一応商品になるんだから、あんまり傷物にされんのは困るぞ。なんてやつだ。キバ様がかわいそうじゃない。ちょっとぐらいいいんじゃん。どれぐらい切りたいんだ。腹部を10センチほど。いや、私の盲腸の傷より長いじゃない。清野君、10センチは切りすぎだ。半分の5センチなら。土井さん？まあ奥さん、相手はどうせ死んでるんだし痛みだって感じないんだから。痛みを感じないかどうかなんて分かんないでしょ。そういえばゾンビって本当は生きてんの？死んでんの？え？いや、動いてるから生きてるって感じはするけど、でも本当は死んでるんだよね。動いてるんだから生きてるでいいんじゃない。医学的には死んでるとしても生物学的には生きてるってことでいいんじゃないか。わかりました、5センチでいいです。よし、奥さん、ここはちゃんと切りすぎないように僕がしっかり立ち会いますから。じゃあ私も立ち会う。だって終わったら手当てしなきゃなんないし。
あとそれから買い手が見つかるまでうちで預かるから。そうしてもらえると助かります。じゃあ決まりね。え、どうやって捕まえる？ちょっと待てって、そんな勝手にポンポン進めんなよ。俺はまだ納得してないぞ。もういいんじゃね。大ちゃん、私だって本当は木場様とずっと一緒にいたいのに必死に我慢してるんだよ。なんだわざとらしい。え、花田さん、なんとか折れてくれませんか？叫んな！俺はこれまで真面目一本でやってきたんだ。誰にも後ろ指刺されることなく、子供の頃から万引きの一つもしたことない。社会に出てからも一生懸命働いて、それなりに評価もされてる。子供はいないが、夫婦仲だってスコール旅行だよ。それは多少の喧嘩するが、それはどこだってそういうもんだろう。とにかく俺はこんなとこでくだらんことに加担して人生にお手を残すのはまっぴらごめんだ。そこをなんとか。そうだよ、せっかくまとまってきてんじゃん。知るか、俺は俺の信念を曲げるつもりはない。大ちゃん、なんだ急に。ちょっと来て。話はついたから。マジいいんですか、花田さん。おばさんも犬飼ってるんだ。あ、これ友達の犬。名前は？あ、バブ。バブ？バブバブ。てかさ、犬好きの人ってヤバい人多くない？あの、この間さ、近所の4歳の男の子が犬に噛まれちゃってさ、慌てて飼い主がやってきたんだけど、男の子心配する前に自分の犬に、大丈夫？怪我なかった？だって気持ち悪い声でさ、やばいっしょ。おばさんもそういうタイプ？え？あ、友達の犬だっけ？でもペット飼ってる人は気をつけないとね。へへ。ねえ、なんかおかしくない？何が？いや、だって5年前はさ、あんなに怖がってみんな逃げ回ってたのに、今度は必死に捕まえようとしてるなんて。まるで絶滅寸前の動物を密猟しようとしてるみたいですよね。確かに希少価値がつくと人間は踊らされやすいからな。どうした？これ。あ、すいません。あ、何これ。いや違うんだよ。藤村さんが無理やりを押し付けてきちゃってさ。いや、俺はいいっつったんだけど、いや、ないなと思ってたんで、そんなとこにあったか。いや、返せないなと思って、ないと返せないなと思ったんだけど、俺は全然見てないからな。いや、別に見たっていいけどさ、ちょっと濃すぎない？これ言っとくよ、言っとくわ藤村さんに。まんじものが好きだった。俺は見てないぞ。なんだよその目は。返しとくよ。早く行くぞ、お前、みんな待ってるからな。ところで奥さん、さっきは一体どんな手を使ったんです？実はあの人、2年ほど前にちょっとだけ浮気してたのよ。私に気づかれてるとも知らずに。高校生、それを変態君に渡すんだ。え、なんで？ヒロト君、あなたを危険な目に遭わせるわけにはいかないの。俺たちが捕まえるまで外で待機して、何か緊急事態が起きた場合は警察に通報してくれ。そんな。
万が一何かあってみろ。親御さんに何と言えばいいんだよ。大丈夫だって頼むよ。それが嫌なら全部やめて今すぐ警察を呼ぶ。まあ俺はそれでも構わないけどな。ゾンビの動画なら後でいくらでも撮れるだろ。変態くん。あ、僕は自分のがあるのでいいです。やっば。あとこれも。やば。やっぱり落ちたんだ。大丈夫ですね。みんな呼んでいきましょうか。そうだな。ヒロト君どうします？まあ入れてやるから。大丈夫です、入ってください。男前が台無し。トレードマークのタトゥーもシワシワ。仕方ないだろ、もう何年も前からゾンビになっちゃってんだから。そっか、まあ、でもこれだったら手放す時未練が残んないから逆に良かったかも。それにしても奥さん本当にファンだったんですね。あれ、そう、高校生どうした？まさかここに来てビビってんのか？トイレじゃない？ちょっと見てきます。あ、いいよいいよいいよ、とりあえずやっちゃおう。ちょっと待って。なんだよ。おい、食べないでお前。今私のこと食べようとした。お前噛まれたらどうすんだよ。大丈夫だって、そんな近づけてないから。僕もいいですか？は？いや、普段生活してて生死のギリギリ感を味わう瞬間ってなかなかないじゃないですか。その瞬間の感覚に興味があるっていうか。すっごいゾクゾクするよ。
緊張したの初めてです。ねえ、大ちゃんもやってみて。いや、俺はいいって。大丈夫だって、そんな近づけなければ平気だから。いいよ。ね、ほら、私も。あ、じゃあ、お先にどうぞ。本当に危ないよ。大丈夫だ。もう頑張って。知らないよ。危ないな。もう大ちゃんは、え、だってこんなチャンス二度とないよ。やっぱ自分の手は食わねえんだ。ちょっと大ちゃんずるい。もう遊び終わりだな。さっさとやっちゃおう。じゃあまずは変態くんの猿靴はかましちゃおうか。その方が安全ですね。あ、ね、ちょっと待って。なんで？あと一回だけ。はぁ、お願い、ラスイチだから。おい、今なんで笑った？どうしよう。あ、いてー！おい、キョウコ！おい、大丈夫か？近所！今すぐ救急車呼ぶからな。あ、それじゃん、電話救急車呼んで。救急車なんて呼んでたら手遅れですよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。ゾンビの毒が体に回る前に腕を切り落とすしかないですよ。今ならまだ肘のところで問題ないかと。そんな、花田さん、早くしないとまずいですよ。大ちゃん、私ゾンビになっちゃうの？なるわけないだろう。僕慣れてますけど。うせえ。時間ありませんよ。俺がやる。どうした、台所から包丁持ってきてくれ。大丈夫です、ケンシロウ。大丈夫、すぐ終わるからな。やっぱり僕が。黙ってろ。うちの子知らない？ねえ、うちのバブ知らない？仕方してんじゃねえよ。帰ってよ。白いバックスやつだよ。お前しかいねえだろ。なんのことだよ。おい、大丈夫か？おい、京子、しっかりしろ。
離せ。ラチクショー、お父さん転嫁してくれ。おい京子、おい京子しっかりしろ。お目開けてくれ京子。おい離せ。膝曲がってんじゃん。あれ？おじさん？なんで俺ゾンビや？ふらふらとどっかに行った。え？今日俺と会ったの偶然だと思ってたか？
まさか今さらゾンビに遭遇するなんてな。すっかり段取りが狂って最悪だと思ってたんだ。そしたら最高の一日になった。これ以上ない形で君とこうしていられるんだから。何の話だよ。これどうにかしてくれよ。おじさん本当は沼田てんだ。5年前ゾンビに噛まれた小学生な。俺の息子だ。君は隣のクラスだったって言ってたが嘘だ。なぜなら君が動画を撮影しネットで流したんだから。待ってよ。何言ってんだよ。誤解だって。ちゃんと調べた。息子と同じクラスだった子に会って話も聞いた。ちょっと小遣いやったらペラペラ喋ってくれたよ。誰だよそんなこと話したやつ。ネットに一度上がった映像って完全には消せないんだってな。あれは本当に俺じゃないって信じてよ。ああ。みんなひどいことになって。ねえおじさん、誤解だって。それより早くこれなんとかしてよ。君もゾンビになってもらう。え？ゾンビに思いっきり噛まれてもらうんだよ。そうすりゃ君もめでたく奴らの仲間だ。その後こいつで。なんだよそれ。人殺し。ゾンビになった人間を殺しても罪には問われないんだよ。これでやっと仕返しできるな。ヒロノだよ。あの時動画撮ったのは松山ヒロノ。俺の双子の姉ちゃんだよ。なんだと本当だって。だからこれ早くほどけよ。今さらそんな話信用できるか。どっちみち お前みたいなガキは大人になる前に何とかしなきゃなんねえんだ。とにかくだ。さっき言ったようなことで俺は君に復讐をする。心配すんな。ゾンビになったらすぐにこいつ、うわー、とにかくこいつに。遅えよ、ケイタ。悪い悪い。なんだよ、このさ。一体どの…あれ？あ、もう説明は後だ。早くこれほどけって。ぐちゃぐちゃ。やめろよ。もうそういうの後でいいから。なんだよ、つまんねえな。そういや、ここ来る時ゾンビ見なかった？ゾンビ？うん。さっきこの家から逃げ出したはずなんだけど。マジかよ。しかもよ、そのゾンビがパピオンキバだったんだよ。嘘。嘘じゃねえって。多分まだこの辺にか。早く捕まえに行こうよ。早くしろって。だから。おう。あ、てえな。まだ？ちょっと待てって、
どうした？なあ、ヒロト。これ、やばくね？なことは分かってるよ。だからこれ早く行動決って。俺、これ無理だわ。え？おい、ケータ！ちょっと待ってよ、ケータ！くっそ。後でメールすっから。え？なんだよ、後でメールって！おい、ケータ！待ってよ、ケータ。ラッキー。いや、絶対許さない。もしもし、1丁目の藤村ですけど、隣の家にゾンビが。詳しい状況を聞かせてください。今、家に帰ってきたんですけど、隣の家、ふと見たら、そしたら帰宅したら、隣の家にゾンビがいたということですね。ゾンビは何体いますか？とにかく、すぐに来てくれ。藤村さん、
死して名をさまよう者たちに安らかな眠りを。